今日は仕上げの彫りの様子を撮ってみました。必ず両手でのみを持って彫っていきます。木目に対して垂直に彫ります。表面が細かくそば立つことで響きが豊かになります。このライヤーは去年の作品です。一緒に彫りましょう。